スバババマサラ。はい、毎週月曜日19時はズボボバサラのお時間でございます。よろしくお願いします。なんかちょっと時間がいっちゃって、はい、すみません、ちょっと久しぶりの放送になるんですけれども、本日もよろしくお願いいたします。先にこっち行きましょうかね。はい、はい、コロナ対策についてでございます。演者スタッフの検温を行っています。換気は50分に1回行っております。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。除菌機器を導入しています。カッコトレール。鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますが、ご理解ください。はい、番組応援の会会員募集中でございます。鳥越アズリア FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページよりということになっております。で、ツイッター、わかりやすくなりましたと、アズバン FM の方でよろしくお願いいたします。多分この番組応援の会とかの仕組みとかも多分 DM 送ったら返事くれると思うんで、なんか、はい、ふわっとやってください。で、プロレスリングバサラのズババババサラでは、小室井正音先生の、などの前もね、あとあったんですけれども、個人スポンサーという言い方でいいのかなの、方々の、応援も募集しております。こちらも村山さん先生の教職人種、全6巻になっております。完結しております。ウェブマガジンコミックガンまで月1連載となっております。はい、今は全6巻教職人種が終わりまして、少女の檻という、ものが今、コミックガンマの方で、はい、配信されておりますので、そちらも要チェックでお願いいたします。来年の春ぐらいには単行本化すると思うので、その時はまたこれざっと変えて、はい、少女の檻の方に力を全力を振り注いでいこうかなと思っておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。例えばでもなんか、まあうちこうやってこの12月11日のお昼12時から後楽園ホール大会あるんですけども、なんかこんな感じで掲示物とかこう貼って紹介してっていうのとかでも、こちらのね方に、DM を送ってくれたら、僕とトリガーズ LFM さんで話し合ってどうするかっていうのを決めていきますので、お気軽によろしくお願いいたします。さて、12月11日がもうだいぶ近づいてきたんですけれども、その前に、王子大会がありますので、はい、こちらもぜひ見てください。いつも通り、この番組シャープ、ズバババってカタカナで入れて、バサラをローマ字で入れると、そちらで話題とか、質問等投げかけていただければ、私の方で答えていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。最近こう話題とか質問の提供がちょっとね少ないんで、私からなんか一個逆に質問というか、これはどうしますかみたいなのを送ってみようかな。飲む、もうじゃあ、チューハイ、飲む酒をチューハイだとして、チューハイ、まあ、コンビニで売ってるもんだとして、チューハイ、ビール、まあ、もちろんチューハイってレモンとかいろいろあるんですけども、ビールも、この発泡酒とか第三酒とかも含めたビール、で、まあ、瓶とかで売ってる焼酎とかも入れて、コンビニで売ってるアルコール類で、
あなたが好きなものはでちょっと聞いてみたいと思うんで、はい、ぜひお願いいたします。で、じゃあ1個答えていきましょうかね。これは普通の。お疲れ様です。室井先生ですね。お疲れ様です。少しずつ寒くなってきましたね。いつも冬になると思うんですが、プロレスラーの皆さんは試合の時あんな格好で寒くないんですか？特に野外、試合前にウォーミングアップで体を温めたりしてるんでしょうか、ということなんですけども、ウォーミングアップは、そうですね、冬の方が、よりするレスラーは多いと思いますね。まあ単純にその体が冷えていると怪我が多いとかそういう理由もありますし、でもあと野外に関してはね、屋外での、まあ屋外にこうリング組んで、なんかこう例えば商店街プロレスであるとかそういうのでリング組んで屋外でやることも全然大いにあるんですけども、あの冬場ももちろんきついんですよ。あの寒いし、なんだろう、鉄柱とかも冷てえし、ロープとかもね、ちゃんと中ワイヤーなんで、やっぱちゃんと冷たくなるんですよね。いくらゴムがついてるとはいえ。そうですね、まあ、屋外じゃなければそんなには変わらないかな。その控え室があったければ、あったかければ、体が冷えたまま出ていくってことはほぼないんで、まあ、あと、大体こう、最後の試合直前のアップっていうのは、控え室で大体みんなやるんですよ。で、それで、そこがあったかくて出ていけば、体あったかいまま、まあ、15分、20分、30分ぐらいは、まあもちろん試合のね、時間が経つにつれ体もどんどん温まってくるんで、より激しい動きになったりとかもしてくるんですけれども、まあ温めてるから意外と大丈夫な気はしますね。冬場は。特にでもきついのはどっちかっていうと、夏場の屋外はもう救いようがないんで、その、まあ、レーザー基本こう裸で試合してるんですけど、だからもう逃げ道がないんですよね。もう裸以上のものがないんで、だからそうっすね。でこれがまたこう団体によって違うんですけども、例えばじゃあ仮に屋外のにリングを組んで、試合をする、日光も当たるところであるっていう時に、そのキャンバスが黒だったりしたらもうこれ最悪なんですよ。もうあの熱完全に吸収して、あの足は大体のレスラーあのシューズ履いてるんで大丈夫なんですけど、あのもうそれ以外の部分は露出してる部分が多いんで、もうそれが触れるだけで悲劇がもう訪れるんですよ。だからなんですかね、その一番よくそういう質問とかもあるんですけど、一番しんどい技とか一番きつい技って何ですかとかいうのいっぱいあるんですけども、あの夏場直射日光が差す黒いキャンバスのリングで試合するときはもう抑え込みが最大の、あの武器です。あのフォールされることで、あのね、体の体力がガンガン消耗されて、しかも熱ってなるんで、もうそれはね我慢できないんですよね、そればっかりは。なので意外と冬の寒さよりも、冬の寒さはそれこそアップしちゃえばなんとかなるけど、夏はもう熱中症とかそっちにも気張らなきゃいけないんで、まあ好みもあると思いますけど、僕はまだ冬の方がマシかなっていうところですかね。はい。出た。そうですね。じゃあもう11月、もう今週の土曜日、の、
に王子大会がありますので、そちらの方の情報をまずお昼の部からお願いいたします。はい、もうちょっと下で、王子大会、はい、王子の狐21、もう狐を数え始めて21。王子の狐ってもともとなんで王子の狐にしたんだっけな、なんか意味あったんだよな、ちゃんとなんか王子の神社の狐かなんかと、はいはい、まあ、はい、下を送っていただいて、大会詳細になります。バスアラ24、あ、204か、王子の狐21、11月26日の、会場が12時、開始が12時半となっております。会場は東京王子ベースメントモンスター。団体外参戦選手は安浦野選手、つとも大杉選手、バナナ千賀選手、対戦カード、第1試合から、行かせていただきます。あ、そこの辺でちょっとストップしておいてください。はい、第1試合タッグマッチ、風戸第一リル・クラーケン VS つとも大杉バナナ千賀となっております。おお、新しいのが入ったですね。これは全スタッフがいけるんだ。これ共通のものになってるんですね。まあまあ、この試合は本来であればもう大杉さん千賀さんの SOS が盤石なんですけども、そのまあリル・クラーケン、まあ、うちのね、まあもう生え抜きの生え抜き3号かのリル・クラーケンなんですけども、まあ、なんかねちょこちょこまあまあ最近他団体にも呼ばれ始めて、でこう自分の動き的にも、まあ、僕が見た範囲ですけど面白くなってきてて、でそれに合わせて組むのが風戸大地なので、ね、風戸に関してはもう予測がつかない動きをする選手なんですよ。だからなんか変な試合になるんじゃないかなっていう気がしてますけど、まあ、でもそこはまあ、ベルトを失ったとはいえ大杉千賀の SOS さんが、これがねまたその風戸やリルに乗っかるのか、それと もう SOS として貫くのかでもだいぶ変わってくると思うんで、はい、ちょっと楽しみな一戦になっております。はい、スリーウェイ、第2試合スリーウェイマッチになります。佐賀と下村大輝、中野貴人の、3人でスリーウェイマッチになりますね。佐賀と、スパーキーの佐賀と戦闘民族の下村大輝、名もなき軍団愛人タッグの中野貴人となっております。まあ、うん、綺麗にチーム分けが割れているというか、まあでも群を抜いてるというか、まあ普通にキャリアのことで考えたら、まあもう佐賀とは間違いない。もうキャリア順に言うと佐賀と下村中野の順になるんですけども、まあ体格的に言ってもまあ佐賀とだろうなっていうところがあり、はい、そして、下村もでもね、下村も中野もこう最近試合巧者っぷりがちょっと、はい、出始めてるんで、ちょっとスリーウェイだけど、うん、どうなるかわからない楽しみな試合になると思います。はい、第3試合、シングルマッチ、トランザムヒロシ対中津亮太です。ヒロシもなんか今年いただきっていう、まあ毎年やってるんですけど、いただきっていうこうトーナメント戦をやってるんですけども、ヒロシは2回戦まで行ったんだよな確か。はい、
で中津は1回戦で負けてて、これはねなんかね言いたくないけど、こう新旧のバサラのエース対決、旧でもないんですけどね、もうそんな昔じゃないんで、はい、でまあこれもね、うん、シングルこうトーナメントが終わった後に、まあ、あの自分たちの所属してる団体同士でのシングルマッチですけど、まあ、これはスペシャルシングルって言っていいんじゃないかなっていうカードですね、はい、カード出すって知ってます？ここの方々はみんなスタッフの方々が若いんですよね。お兄さんはおいくつですか？25。カード出す知らないか。まあカードさんは後でやりましょう。で、だからもうカードです。はい、楽しみにしてください。今になるシングルマッチ風磨対安浦野となっております。これが、浦野さんが、その、頂きでの、まあ、準優勝となりまして、風磨が、準決勝で、阿部文則に敗れてしまいまして、その、要はね、まあ、こう言い方はちょっとあんまよろしくないですけど、まあ、阿部に負けてしまった2人ではあるんですよ。でも そこを多分この試合を通して、多分この2人は2人とも自己主張強いので、2人ともおそらくこうその部分はもう完全に取り返して、まだまだいけるぞっていうのを多分見せたいところだと思いますんで、あのそのいやちょっとまあなんか僕の口から言いづらいですけど、ちょっと勝負論の世界に入る試合になるかなと思います。風磨対安浦の、はい、お楽しみにしてください。はい、メインイベントタッグマッチ、小高勇、上野正人 VS 塚本匠、阿部文則となっております。はい、こちらの12月11日の、大会で、後楽園ホールの大会でメインイベント、私小高勇対、阿部文則のユニオンマックス王座戦が決まっております。まあ、まあ簡単に言ったら前哨戦ですね。でまあこれがおそらく最初で最後にの前哨戦になるんではなかろうかと思います。ここでまあ本来であれば、それこそ下村を、僕はパートナーにしたいところなんですけれども、まあ、阿部のパートナーが塚本選手っていうことで、その塚本選手に勝ったあの1回戦で、まあまあ2カウントルール10分、時間切れ引き分けの場合両者敗退であり、2カウントルールってちょっとかなり特殊なルールではあったものの、塚本選手に勝った神野選手を、まあ、パートナーに据えて、この前哨戦という、まあ、言われるものを、はい、勝っていきたいですね。はい、やっぱ前哨戦はその負けが込んだり勝ちが込んだりとかいろいろあると思うんですけども、今回限っては1回しかないので、これは調子がいいところを見せたいですね。はい、それが、12月あ違う10、お昼の12時半からの、昼の部になっております。チケットが、少なくなっておりますので、ぜひこの下の方にもうちょっと出てますかね、はい、少なくなっておりますので、ぜひ、確認してみてください。
販売のチケットピアチケット予約ですね。はい、よろしくお願いいたします。そして、夜の部もあるんですけれども、その前に、はい、ファンクラブイベントが開催されます。C 限定イベントになっております。これだから見たかったら昼間に入っちゃってもいいんですよね。はい、あ、だいぶそこで止めていただいてありがとうございます。はい、11月26日の、開始が3時ごろ、会場が3時ごろ、開始が3時半ごろ、順番が落ち着いたら早めに開始いたします。で、イベント自体は約1時間を予定しております。前回までは、こうトークショー的なものを、毎回やっていたんですけれども、まあ、今回はちょっと趣向を変えてみようではないかというところで、まあその内容が未定となっているんで、僕の口からもこう大きくは語れないんですけれども、まあ、損はさせません。はい、料金は全席指定の2,000円、当日も同じになっております。まあ、ベッドドリンク代500円かかってしまいますので、その点をご理解ください。よろしくお願いします。発売場所はチケットのみ、チケットは予約です。チケットのみとなっております。先着順ではありません。当日入場の際にくじで引いたお客様、お席へのご案内となります。お連れ様と離れるのどうしても嫌だという場合は、申し込み時に備考欄へご記入ください。よろしくお願いいたします。はい、はい、これまたね、ちょっと今までと違ったファンクラブイベントになると思いますんで、はい、お楽しみにということで、それが終わりまして、第3部に行きます。第3部、まあ3本立てか、でも王子の季節22、夜の部ですね。はい、こちらの大会詳細、チケット情報になっております。はい、うん、これはなんだ、アジア、まさに205、王子の季節22アジアンカンフーレボリューション劇場版、あそこで止めてもらって大丈夫です。劇場版アジアンカンフーレボリューション2、熱烈的全面対抗戦、カンフーヨガ連合軍隊逆襲の忍者 USA 軍、最強敵を倒し絆を深めたアジカン、いただきも終わりのんびりと平和な日々を謳歌していたかに見えたが、というわけでですね、こちらの方がおそらく、対戦カードのチーム分け、抽選およびカード編成をツイッターライブにて配信、11月22日、明日ですね、明日の、1時から見れますんで、はい、1時から、チーム分け、抽選、カード編成、すべてが決まります。まあもちろん、もうね、バリバリの昼間ですから、皆さん働いてることかと思いますんで、アーカイブ視聴ももちろん可能ですので、はい、残しておきますんで、ぜひ見て楽しみにしててください。そちらのチーム分け抽選の模様は、参加予定選手は、トランザム・ヒロシ選手、中津亮太選手、佐賀戸選手となっております。はい、こちらも団体外参戦選手は、エアス・浦野選手、津戸・大杉選手、バナナ・千賀選手と3名となっております。全席して、あ、そこはさっきも言いましたね、すいません。はい、カード類使えない会場です。現金のご用意をお願いいたします。はい、販売場所はチケット・ピア・チゲット。となっております。こちらも、残りの枚数がだいぶ少なくなっておりますので、早めのチケットご購入をお待ちしております。よろしくお願いいたします。じゃあ、
スタジオ戻していただきまして、酒類の質問のやつ一個も返ってきてない。ありがとうございます。お疲れ様です。前回の新木場大会で関根選手の復帰が発表されましたが、勇さんからファンにメッセージがあればお聞かせください。メッセージ、勇さんからファンにメッセージ、まあまあ関根さん、はい、まあ、多分ね、あのズバババササラを見てる人からすると、僕と一緒にいつもこうオープニングの前にこう CM みたいな感じで流れてる時に、いる関根さんなんで、あれもね、もうあれ開局して2年でしたっけ、2年ですよね。だからあれも多分2年前の映像なんですよ。だからそろそろ変えなきゃなって思ってたんですけど、関根が帰ってくるまでは変えられないなって思ってたんですよ。だから、関根帰ったらちょっと変えさせてください。新しくちょっと取り直すんで、はい。でまあメッセージというか、なんていうんですかね、関根が帰ってくることによって、各選手の、そのバサラの各選手の士気が一気に高くなると思うんで、そのなんていうか、そういう人間なんですよ、関根隆一という人間は。みんなをこう、いるだけで勝手に引っ張ってる、みんなを底上げしてくれる、引っ張ってるでもあるし押す力もある人間。なんか本当に、なんていうんですかね、多分バサラにおける明るさの象徴って多分関根じゃないかなと思ってて、結構その電話とかではちょこちょこ話してはいたんですけど、欠場してる間もちょこちょこ話してはいたんですけれども、期待していいんじゃないですかね。はい、またみんなでね、今回の後楽園ホール大会は、声出しは大丈夫のになっておりますので、声出し可で、ぜひ参加していただければと思います。だからみんなで、関根の、ね、レッツコンバインをみんなで一緒に言えるタイミングになるかと思いますので、ぜひぜひ言いに、それを叫びに、会場まで足を運んでいただければと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。26日の王子では昼夜の間に FC イベントがありますが、 FC イベントは写真と動画での撮影は許可されてますか。あれ FC イベントって写真、待てよ、写真と動画はいつも通りだから大丈夫なはずだけど確認しよう。あ、間違えた、多分大丈夫だったはず。特に記載はないかな。スケジュール、よいしょ、違う、日程だ、スケジュール、よいしょ、FC 限定イベント、はい、特に指定はございませんのでいつも通りでございます。で、希望者は抽選でリングサイドカメラマン体験、まあ要はもう写真は絶対大丈夫ですね。はい、試合はございませんが、リングサイドでカメラマン、まあ、よくプロレスの会場に行くとこうリングサイドでね、カメラマンがこうやって撮ったりしてるんですけれども、まあもちろん一般の方は危ないので、リングサイドとかリングに触れることは危険なのでっていうあれなんですけど、試合ないんで、まあ今回だけ、その FC イベントに限っ
って、リングサイドでカメラマンをすることもできますよっていう感じになっておりますので、はい、ぜひこちらもご期待ください。よろしくお願いいたします。あ、すいません、お酒飲めないんですか。なるほどですね。僕はもう基本的に 7% のレモンサワーしかもうほぼ飲まないんですけど、お酒飲みます？何派ですか？家では飲まないですか？家ではまあちょっとだけビールとかですか？アサヒ、キリン、あ、プレミアムモルツ、あ、いいの飲んでるな。プレミアムモルツは25はまだ早いですよ。25でプレミアムモルツの頂点極めたら、そんな一番初めに乗った車がベンツぐらいの 話ですよ。もしくはクラウンぐらいの。いい酒飲むなぁ。サワーとか飲まないですか？飲まないんだ。僕は多分日本中にあるもうそのちょっとだけアルコールが入ってるやつから、あのガッチ 9% とかのやつまで含めてレモンサワーは多分全部飲んでると思うんですよ、缶の。よくそれを言うと盛大な嘘つきましたねって言われるんですけど、あながち間違ってなくて、間違ってないっていうか、そのこれ知ってますかっつって出されるレモンサワーとか、こうよく僕そのもうでもコロナ禍になる前かなとかに、コロナ禍になる前とかにこう差し入れっていうか、こうこんなの知ってますみたいな感じで見せてもらったんですけど、もう全部知ってるってやつですね。レモンのとかはコロナ禍になってからだったから。だからレモンサワー好きだし、まあこれまあ好みなんでしょうけど、レモンドってこう見たことありますか？あれの鬼レモンってやつがあるんですよ。9%の。これは翌日に来ますよ。マジで。あれはすごいっすよ。鬼レモンを350、あれ500缶出てたっけな。鬼レモンの、いやでも500、俺あった気がするな。飲もう、352本とか500飲もうもんなら翌日はもう動けないですよ。あ、やっぱあるんだ。急これは効きます。これはあのなんだろう、なんか本当にその日のうちの記憶を全て消したい時とか、あのもう明日なんか別に来なくてもいいのにって思ってる人に推奨する鬼レモンですね。で俺でもこれ本当多分好みだと思うんですけど、僕は結構こうグワングワン回りましたね。ちょっと誰か試してもらいたいな、私以外の人にも。じゃ僕の家のまあうちのリングアナの振動っていうのがいるんですけど、もう鬼レモンはやばいって言ってましたね、飲んだけど、はい、でもね同じレモン堂でもカミソリレモンっていうやつはうまかった。同じ 9% だけどなんかスッと飲めるドライなレモンサワーだったんですよね。私に話させるとずっと酒かギャンブルの話になるんですけど大丈夫？昨日のマイルチャンピオンシップは当たった
った人はいるんでしょうか。競馬やります？ちょっとやりま、昨日やりました？昨日やんなかった。いやセリフォスね、この僕の中でその僕が競馬の馬券を買うと一番人気が来ないっていう あれがあるんですよ、その呪いが。で3着以内に来たのも2回で、1着が1回だけあって、だから僕の今年の G1 だけで言えば多分17勝1敗ぐらいなんですよ、ぐらい来ないんです、一番人気が。でもソダシ一番人気じゃなかったもんな、2番人気か、途中までソダシ一番人気だったのよ、一番人気。そうだからセリフソダシ、あ、シュネルマイスターが1位になったんだ。もう5着っすからね。でもちなみに僕はソウルダッシュを買ったんですけど、まあ綺麗に外れましたね。ダノンザキットはね結構意外だったんですよね。はい、わかる、ありがとうございます。でもそういうジンクスを持ってるからといって、じゃあその僕は馬単って言って一番 1着を決めて2着を5頭ぐらい選ぶんですけど、まあ当たってんのかって言われたら、僕今年 1回しか当たってないですからね。だから一番人気が外れることだけは分かってるんですけども、それから先が当たらないっていうのは良くないんですよね。はい、そんなところでまた、おお今日なかなか来ないな。そうだな、何の話しようかな。あ、昨日仙台ガールズ、戦場、いわゆる戦場さんで試合してきたんですけども、まあ、ダッシュちさ子さんと僕が組んで、アスカさんと葛西純選手が組んだんですよ。でまあまあ今日ツイッターも書いたんですけど、いろいろこうね、いやなんかこう、まあ、みんな面白かったっていうふうに言ってくれるんですけども、いや結構その男女のミックスドタッグとか、まあ、ミックスドマッチも男子対女子であるとか、男女でタッグマッチとかは結構最近はまあいっぱいやってるとこはやってると思うんですけども、ツイッターに書いたのは、その女子とやるからといって遠慮はしませんよっていうのは書いてて、その普通も、いやそれはもちろんあれですよ、怪我させたりとかそういうのはそういう意味で言ってるわけじゃなくて、その普段男子とやるときと同じ技をするし同じ攻撃の仕方をするしますよっていう意味合いなんですけど、まあなんていうんですかね、そのそれをしないと相手もプロレスラーであって、で失礼に当たるような気がするんですよね。だから別に攻撃の仕方を変えたりであるとかそういうのはもう一切なかったし、まあ相手方にいた
葛西選手もまあ一切そういうのはなかったんで、うん、なんか、うん、そうですね。で逆に組んだ、ダッシュちさ子さんも飛鳥選手も本当になんか気持ちいいぐらいにはっちゃけてたんで、ぜひまたやれたらなと思います。はい、明日がね、明日が高梨正弘選手の興行が新宿フェイスであるんですよね。まあそこに、僕出場するので、まあ、新宿フェイスなんで、もし時間があればいらしてください。売店も出す予定です。お願いいたします。おお、まあまあ今月忙しくなってきたな、後半につれて。11月22日が、高梨選手の興行新宿フェイス、11月24日、大日本プロレス後楽園大会、11月26日王子の、バサラの王子の昼ファンクラブイベント、もう試合ではないですけど、ファンクラブイベント、夜の部とありまして、ね、27日、まだ予定ですけども、大日本プロレスの名古屋大会の予定です。はい、ということで、果たして、来週のラジオまでに私は元気な姿でいられるのかっていうそして果たして来週のラジオに私はちゃんと入れるのかというね結構ね、先週が大日本プロレスの倉敷大会の翌日が月曜日で、もうまあまあこれは無理だなっていう判断をしたんで連絡を入れたんですけど、まあまあ頑張りましょうね。28日もあと、23が僕休みだって知らなくて、今日なんか良くないですよね、そのスケジュール、自分の試合のスケジュールの感覚でいくと、なんか週の中に休みなんかないだろうっていう、こういうあれになってくるんで、まあでもこれからな、その後楽園のカードも多分バンバン出ていくし、多分とかバンバン出ていくし、この後楽園大会のね、宣伝プロモーション活動もどんどんしていかなければいけないので、まあこっからも12月11日まではまあ休みなしで走りたいですね。はい、ぜひなんかそれこそ鳥越アズリプロレスの、ね、2回出させていただいて、なんかあれですよね、こう変な意味じゃなく殺伐としているところと、こういろんな団体の人がいるわけじゃないですか。いろんな団体の人がいるのに、終わってみるとなんか一致団結して、そのラジオのために、ラジオのためにってことはないんですけど、その興行のためにか、興行のためにみんながこう試合したんだなっていうのが、なんかアットホームな感じで終われるのが、はあれはすごいなと思ったんで、ちょっとなんかそれをね、うちも、はい、絶対にあれを持って帰りたいですね。あの空気は羨ましかったですね。うちもぜひね、試合が終わった後にみんなが笑って帰れるのが一番いいですよね。だからそういう大会目指して頑張りたいですね。でこれあと結構そのこうプロレスファンの方々の中でこう
疑問視する疑問だと思うんですけど、一番いいレスラーはその興行において一番いいレスラーは誰なのかっていう、もちろんメインイベントで、例えばタイトル間違った場合チャンピオンになった人、チャンピオン防衛した人とかが一番って結構思いがちなんですけど、僕が思うあのその興行の一番活躍した人間って帰りの電車とか、これ昼、あと昼興行なんで帰りの電車とか、あとあの友達とこの後飲み行ったりとかもするわけじゃないですか、とかでその席で語られてるやつだと思うんですよ。いやあの試合さ、なんだっけ、あれ面白かったよねっつって語られてるレスラーが多分その日の興行の本当の意味での、価値だと思うんですよね、はい、それはもちろん勝負もそうだ、勝負の世界でもあるし、勝負の世界である以上勝ち負けっていうのはもちろん大事なんですけれども、その上で話題になるっていうのがもっと大事になってくると思うんで、おい、すげえ真面目な話してんの久しぶりに、そういうレスラーに私はこの大会でなりたいですね。いやー、勇の試合面白かったねみたいなに語られるレスラーに、まあ僕ももう言って21年目で20年以上はプロレスやってるんですけども、こうまだまだ満足しきれない部分といいますか、はい、多々あるので、こうね、ラジオのこうパーソナリティとしてのスキルっていうのもね、どんどん上がってんだか下がってんだかよくわかんないです。でも2年前は僕話題何にもなかった時、質問が少なかったりする時とかに、あ、僕すいません積みましたって言ったことあるんで、僕はそれに比べたらそれに比べたら今は成長したよきっと。みんなが楽しくね聞けるかどうかはまあ別の話ですけども、それはね普通のラジオのパーソナリティの方々に比べたらクオリティは低いんであろうけども、まあ楽しければいいじゃないかっていうね、その精神が一番大事だと思いますんで、はい、そのところですかね。11月26日、今週の土曜日でございます。王子の、ベースメントモンスターで、マサラ王子の狐開催されますので、そちらお待ちしております。はい、そして、12月11日は12時開始、会場は11時でございます。はい、こちらプロレスリングマサラの後楽園大会にぜひご来場ください。大丈夫ですかね。はい、それでは、なんか来た、はい、あと1分ある、 あと1分何でしょうか。じゃんけんしますか。あと1分でできる小ネタなんかじゃんけんしかないですよね。勝負しましょう。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。なんでいい勝負してるんですか。はい、私はチョキを出しました。はい、目覚ましテレビ目覚ましテレビ見てないでしょみんな。サザエさんばっかりでしょ見てんの。目覚ましじゃんけん、じゃんけんポンですよ。これから毎回終わるときじゃんけんして終わろう。
というわけで今週も、ズボバサラ、ありがとうございました。王子とゴルフミホールでお待ちしております。